メインはこの9番のラインとディフェンスラインの間、このバイタルエリアというのを使って攻撃をするというのが得意です。このエリアというのを拡大させるためにウィングは幅を取らせます。そうすることによってまずサイドバックというのが広がると、フォーバックの人と人との間というのが良くなりますので、ディフェンスラインを縦に通過する可能性が高くなります。さらにこのウィングというのはより高い位置を取ることによって裏の裏抜けというのを狙います。ディフェンスラインというのは横だけではなくて縦にも下がることになります。ますますディフェンスと中盤のラインというのは広くなります。左右中央バイタルにはフォワードサイドハーフが入りますので、ここにボールを入れて5対5の状況を作ってフィニッシュに行くというのが理想です。また場合によってはサイドバックが幅を取ることによって中盤のラインというのも横広げさせます。ボトムからバイタルエリアにボールを入れやすくなると、このように広くなったバイタルエリアにボールを入れて、理想はセンターバックに対してこの3枚で仕留めると、仮に内側に絞って対応したとしてもワイドにボールを入れてきます。そしてこのワイドにボールが入った時に主に2つのパターンがあります。まずは縦への選択肢、これは一つはドリブル突破です。もう一つがサイドバックが食いついた時にインサイドハーフがニアゾーンを取る、この動きです。どちらにせよこのゾーンに侵入をしてこちら側にいる3人が相手的な位置に入り、キーパーとディフェンスの間でクロスを受けてゴールを決めるというのが一つの選択肢です。仮に縦への侵入でボールロストうまくいかなかったとしても相手のブロック全体を押し下げることができます。カウンターの始まりの位置というのは低い位置になりまして、つくを抑えられます。さらに相手にはスペースがないためカウンタープレスで即時奪回できると、なおかつしっかりと前に残っているフォワードに対しては数的優位を作ってカウンターのリスクというのを抑えることができます。これが縦方向への選択肢です。続いてワイドに入った時の選択肢2つ目ですが、カットイン方向からアーリークロスになります。縦への圧力を見せまして全体を押し込みます。押し込んだところでこのウィングの選手がカットインをしてクロスを上げるのもいいですし、このボトムに入っている選手からアーリークロスというのも可能になります。この時にしっかりと枚数をかけることができます。ベストなパターンであればフォーバックの残りの3枚に対して4枚かけることができます。この状況でアーリークロスからゴールを狙う、これがもう一つの選択肢です。このようにバイタルを生かしてそこを餌にしてワイドからも攻めれますし、ワイドに相手が見つけばもう中央突破してしまうという、これがスペインの強みになります。どのような選択肢を取ればいいのかというところについて解説していきます。3つの方法があります。一つは、迎撃可変型の5バックを採用するということです。これは、2021シーズン、チャンピオンズリーグ決勝でトゥヘルが、FC 相手に見せた形です。まず形としてはですね、初期配置は 5-2-3 という形になります。このような形です。スペインの強みとして、バイタルエリアへでの優位性、これはどういうことかと申し上げますと、このバイタルエリアに、ボールを入れた時に中盤の選手というのが後ろ向きで対応しなくちゃいけない、ディフェンス側が後ろ向きで対応する必要があるということです。この後ろの選手がバイタルに対応してしまうと、ここは4対5になるので行ってしまうと必ずどこか1枚がドフリーになります。ディフェンスラインで数的優位を作られている以上減らすことはできない。したがって基本的には中盤の選手が後ろ向きで対応せざるを得ない状況になります。これがスペインの戦術です。迎撃可変型5バックというのはどういうことかというと、前向きで対応できます。つまり、このような形を取ります。メタルエリアにいる選手、基本的には後ろを向いてます。後ろ向きの相手に対して、担当レーンのディフェンスがボールを奪いに行く。まさに言葉通り迎撃をすると。縦パスを入れさせて迎撃をするという形なんですが、ここで5バックの選手が仮に抜かれてしまったとしても、まだ4バック残っています。さらに可変型ということで強くボールに奪いに行かせた時に残っているフォーバックというのがスライドをしてフォーバックを作ります。瞬間的に 4-3-3 という形になります。そしてボールを奪いに行った選手というのはこの相手に対してどこまでもついていく、言い換えればどこまでついていっても形は一切崩れません。なのでどこまでもついていくことができます。縦パスで入れられた時担当のレーンのディフェンスというのはもちろん行きます。そしてこの 5-2-3 の2枚、こちらが重要な役割を果たします。この2枚というのが、ボールサイドのハーフバイタル、そして中央バイタルというのをスライドして埋めます。
逆サイドのバイタルエリアというのは開けることになります。これはこれの移動中にさらにスライドしてボール側のハーフバイタルと中央バイタルを埋めます。最悪スライドが間に合わなかったとしてもこのセンターバックもボールを奪いに行きますので、その間にスライドをして対応することができます。ワイドに入れられるパターンも基本的には同じ原理です。ワイドに入ったウィングの選手に対してファイブバックの一番外側の選手ボールに寄せます。奪いに行きます。そして残りの4バックというのがスライドして4バック作る。もちろんこの2センターハーフというのもスライドします。そしてキーとなるのがワイドに入った選手に対して縦を切るということになります。つまりワイドに入ったボールに対して横方向へのドリブルをさせることができれば4バックプラスボールサイドのハーフバイタル、中央バイタルには人間がいますので圧縮して狭くなりボールを奪うことができます。なので基本的には縦を切りながらことになります。これが可変迎撃型の5バックの方法になります。ではなぜ532ではなくて523を採用しているのかということなんですが、カウンターの時に数的優位を作れるということになります。このように相手が先ほどのようにですね攻めて押し込まれてしまったとしてもボールを奪った時に3枚残せます。カウンターで数的優位ができていることによってペースを、特にスペインはハイライン持ってきますので、そしてカウンターで数的優位を生かしてゴールを奪う可能性というのが高くなります。そしてこの1533型のカウンターというところで、ここで大事になってくるのがバイタル受けと裏抜け、この役割をしっかりすることです。チャンピオンズリーグ決勝のルシーのゴールのように、まあ、役割としてはメイソンマウントとハバーツがバイタルでしっかり受けることによって相手のセンターバックを食いつかせる。そして中央のベルナー、これがしっかり裏抜けをすることによって広いスペースを生かす。そして食いついたところにさらに入っていくというようなところでゴールを仕留めてます。これが疑似533型のカウンターという形になります。最後にドリブル突破がスペインに有効というところなんですが、スペインは基本的にエプレスを仕掛けてきます。全体を押し込んでですね、カウンタープレス、そしてビルドアップの時も基本的にはプレスをかけてくることが想定されます。そういった中で、裏のスペースというのは大きくなってます。昨年のチャンピオンズリーグで、ヴィニシウスが決めたゴールのようにですね、このハイライン裏へドリブルで侵入していく。これが有効だと思ってます。ロングボールよりも、ドリブルで侵入する方が、前向きでしっかりと自分のボールになったまま、侵入できるというところで、より決定的なプレーができます。ハイラインに対して非常に有効になる、というふうに考えています。